銃声です。は？ほら何発も鳴ってますよ。やっぱなんかあったのか。多分あった。兵士長からの伝言はこう、これからは巨人だけじゃなく人と戦うことになる。あ、それって、おい、今のは中央憲兵か。師団長、資料の確認お願いします。隊長、やっと死んだんですか。バカ野郎、死人がどうやって返事するってんだ。いてててて、やられたぜ。そういや酒場なんかは護身目的に銃の所持が認められてたな。どちびなりに成長してたらしい。よかったですね。ああ、いいわけねえだろ。俺の夢が遠のいちまうだろうが。おい、エレンたちだ。兵長、なんだありゃ。足を追うぞ。はい。いいか、奴らは大人の戦闘に慣れてもう3人やられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい。また人が。動きだ。まさかエルヴィンから何も出ないとはな。エレン・イエーガーとヒストリアの居場所がわからんのでは。調査兵団の活動を凍結したところで意味はないぞ。ああ、ニック司祭からどこまで情報を得たのかについては。仕方がない。あまり強引に突っ込めば逆に知らなかったことを教えることになりかねん。いや、知っているかいないかではない。知ろうとしたこと、それで十分だ。人類憲章にのっとって処理すればいい。これまでそうしてきたようにな。レイス卿からだ。エレンとヒストリアを抑えたらしい。エルヴィン及び調査兵団についても手は打ったとある。こちらが動く必要はないと。これで終了だ。私物で戻してほしいものがあれば後で。いや、問題ない。お前と話したいと思っていた。思い出話に付き合う気はないぞ。釣れないな、ナイル。一緒に調査兵団を志した仲だろう。この小さな世界は変わろうとしている。希望か絶望か。中央は人類の未来を託すに足る存在か否か。選ぶのは誰だ。誰が選ぶ。お前は誰を信じる。エルヴィン、お前何をやるつもりだ。毎度おなじみの博打だ。ミカサもこうなったの。あ、ごめん。いいよ。ごめん。you